ヤッホー人間、ここだよ、ここ。今日はお誕生日にお洋服のプレゼントをいただいたのでご紹介させていただきたいと思います。です。ちなみにお二方からのプレゼントをいただきました。お誕生日は8月30日だったのに、なんで今頃ご紹介するかというと、プレゼントしていただいたお友達から、あー、おばちゃん誕生日、じゃあプレゼントを送ったからさ、でも届くの10月ね。ん？とりあえず待っとくかっていう感じです。で、もう一個のプレゼントは9月には届いてたんだけど、我が家でこのつくあいつに父ちゃんもパイセンもやられてたので、ご紹介が伸び伸びになってしまいました。メンゴな。ということでスタート。でもっていただいたのはこちら、エヴァンゲリオン2号機のお洋服。俺のピーチパーツになった初号機を見るに見かねて送ってくれたんだ。でもってお次は10月まで待ったこちら、横浜 F マリノスのユニフォーム。あとエヴァンゲリオンのお洋服と一緒に送られてきたこれ。さて、それでは早速着てみまする。2号機カラーはかっこいいな。フードをかぶってみたらエヴァンゲリオンというより赤ピクミンに仕上がりました。ちなみにサイズはコメちゃんトイプーサイズです。次は横浜 F マリノスのユニフォームを着てみるぞ。俺マシャンも結構似合うな。背番号はキーパーのイクラ選手。ちなみに我が家はパイセンと父ちゃんが横浜 FC ファンで、母ちゃんが横浜 F マリノスファンだぞ。母ちゃんはマリノス好きな理由は、勝った時にこうやって傘が振りたいからだ。単純だな。ということで我が家では母ちゃんと喧嘩になると熾烈な横浜ダービーが繰り広げられるんだ。まあ大体負けるのはパイセンと父ちゃんだけどな。さてさて、気になってたもう一個の箱を開けてみましょう。なんだかガサゴソ気になるな。おー、なんだこいつ、2号機のビーストってやつだ。あ、はじめまして。母ちゃんはそんなにビビってるけど、ゴマちゃんは我が家ではビーストみたいなもんでしょう。キキキキキって笑ってたけど、ともあれ、お洋服をいただき誠にありがとうございました。一応念のため横浜 FC のユニフォームも着ておくぞ。というわけでマリノスのホームタウンに行くときと箱根方面に行くときの新しいお洋服が揃いました。涼しくなってきたので、これからどんどんお散歩に行ってみたいと思います。またね。